新型コロナ対策を議論する県の専門家会議が昨夜開かれ、インフルエンザとの同時流行に備える対策などについて話し合われました。昨夜、県庁で開かれた専門家会議では、新型コロナとインフルエンザの同時流行を想定した感染対策などについて協議されました。委員からは、 新型コロナのワクチンよりも副反応が出にくいインフルエンザワクチンの接種を優先してほしいなどといった意見が出たということですインフルエンザはまず第一優先、次にコロナも3か月の間、人は特に帰省や移動される方は優先的に打っていただきたいと。